東総物流が所有しているハーフ型化学物質を詰め込んだボンベを複数個まとめて運べる構造になっている。山口新南洋駅にて2002年2月19日撮影。国鉄ウム1系コンテナは1970年10月に当時の国鉄により西岡山駅隅田川駅間で 初めて私有コンテナの輸送が開始された翌年の1971年より新形式として登録され、1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道輸送用として席を編入している12フィート私有無害コンテナコンテナである。積載重量5トン、総重量は6.8トンまでの国鉄以外の民間企業や団体等が所有する。 無害コンテナが対象となったが、様々な構造を持つものが一括して包含されている。最初に登録された形状は、箱型ではなく10トン級のウム5系末期に登場した、平ら二台タイプが、石川島春馬重工により、自社製品の製造用素材輸送用として、ウム1から1から27番までの27個が、初登録された。その後、 乗車増微分の箱型で2個及び、クルメ運送より60個の箱型が、連番で登録された。しかし、一転して、特殊化学製品の三塩化チタニウムや、アルキルアルミニウム専用容器の専属輸送用に、平ら2台タイプが再度、1から10年ほどの間隔で複数回に分けて、ウム1から90から118番までが登録され、続けた。その後、 需要低迷等によりこれらのいわば、専属的に登録された以外では、同タイプで、日本フレートライナーから、車輪輸送用として119番が登録されるも、以後は、すべて新会社となった JR 貨物により、新形式で登録となる。ありがとうございます。